で、また続きをやってみたいんですが、今度はもういちいちこの時間、このタイムを出さないで手元に時計を置いて判断してみたいと思います。今その準備をしていますが、そうですね、でやってみたいと思います。今度もこれつけなくてもアラームを鳴るようにセットしたので、今度はこれでとにかくやってみたいと思います。なんとこのお店行きました。今度は気をつけてやってみたいと思います。ミスしそうなところなんですが、ここもいいんですが、次の問題行っちゃったわけじゃない、次の問題行ってしまったんですね。まあいいです、ミス。こっちの問題だと思ったんですが、こっち側に飛んだので、1個前のやつなんですが、ここが、あとおが、なんかこう、間違えそうになる、字が似てるのかもしれませんが、気をつければ、うまくいくのかなと思いましたが、で次の問題いきたいと思います。さっきやったんですが、なんとかノーミスでいきましたが、そうですね、もう一度やってみたいと思います。だいぶでもここまで来ると、このレベルになってくると、ネイビーシフトは覚えたんじゃないかなと思うんですが、でも実際に親指シフトで文章を書いてみろというと、なかなか打てないような感じがしますね。何度もやっていると、何度も言いますが、指がこういうふうに動くんだということを覚えるのでわかるんですけども、まあ、文字もだいたい頭で覚えてるんですが、指の動きを何度もやっていて、それに助かって早く打てるという感じになっています。で、まあやってみたいと思うんですが、しょっぱなから間違えちまいました。今間違えたのは左手を押してしまったんです。と、ドは右手なんです。親指以外の指はですが、ですね、最初は間違えてしまったんですが、まあ、もう一度やってノーミスだったら次の問題行こうかなと思います。ノーミスいきました。13秒なんですが、でも新記録というのは出てこないので、過去にやったやつはもっと早かったのかなと思いました。ちなみにこのスピードはミスがあっても、ただ秒が早ければ、まあ所要時間が早ければ新記録ですね、というふうにメッセージが出てきますね。できればノーミスが絶対的に優先順位を高くして評価してくれた方がいいのかなと思いました。ゆっくりでも早く打ってもミスがあれば、それを訂正する時間がかかってしまうので、ゆっくりでもいいからタイプはミスをしないようにしなければいけないなとは思っているんですけども、なかなかそうはいかないですね。今度は、親指シフト入門編初級編1練習問題47、合格の目安が63秒ですね、1分3秒ですね、結構長いですね。ちなみに上級編とかになると最後の方のやつは315秒くらいだったような気がします。5分ですね。なので何度も何度もやるたびに5分使うので時間はかかったんですが、ノーミスで合格の目安をクリアしたということが10回中2回1回1回ぐらいっ
できるようになったっていうのが前のレベルですね。半年前ぐらいの、半年か1年ぐらい前のレベルなんですが、まあ、とにかくこの問題をやってみたいと思います。ああ、なは間違えました。左手の中指でした。やっぱ一文字間違えてしまいましたね。もう一度やってみたいと思います。背も最初どこの文字だったかなというのはちょっと分かんなくなってしまいましたが、左手の人差し指の右側ですね、1個隣、ホームポジションから1個隣のところです。ちょっと今こう話していて、なんとか今ミスは、ミスしないでなんとかできたんですけども、やっぱりタイプしながらここが難しいんだ、あそこが難しいんだというのは結構難しいなと思いました。タイプに神経を集中してしまうととても声が出なくなってしまうのです。言わなければあとは頭の奥底の方で思うんですが、もうそこが過ぎてしまうという感じですね。まあ、もう一回やってみたいと思います。これでミスしなければ次の問題に行きたいと思うんですが、何度か行きましたね。最高記録が出ました。14秒で、じゃあ過去の自分に勝ったという感じですね。14秒でミスタイプがゼロだったので。ただちょっと気になったのが、うとんですね。雲南省のうんのところが、うが左で、うんが右なんですが、ここは一瞬どっちだったかなと思ってしまいました。まあ最高記録が出たので次の問題に行きたいと思います。でも時間が今7分30秒ぐらいではないか、まあ一応つけてみるんですが、7分30秒ぐらいですね。なのでここで一回切りたいと思います。